マツダ AZ ワゴン、AZ ワゴン、AZ ワゴンは、マツダが販売していた、軽トールワゴンである。鈴木ワゴン R の OEM 車種。ラインナップは、基本的に同一で、ドレスアップモデルのカスタムスタイル、鈴木ワゴン R スティングレイソー等も設定していた。1994年、平成6年9月、マツダオートザム AZ ワゴンとして発売。ワゴン R とは、 バッジ以外全く同一である。標準グレードの ZG、上級グレードの ZX、ZG の 4WD 使用者である ZG-4 の3グレードが用意されていた。1995年、平成7年10月、マイナーチェンジ。回 6A 型ェシーターボエンジンを搭載する、ポーランドズウォキターボ、FF 車、ZV ターボ、 4WD 車を追加。また、ZG-4 は、ZG-4S に改称。1997年、平成9年5月、マイナーチェンジ。マツダ AZ ワゴンに改名し、エンブレムも、マツダのものに変更。コドア車、FX、FT ターボと、K6A 型ターボエンジンを搭載した、ZS ターボを追加。同時に、ポーランドズウォキターボ。 ZV ターボを廃止。1998年、平成10年6月18日、FM、RR 回、ターボ、ベンチシート、コラムシフトの、コラム FX の3グレードを追加、いずれもモードは。1998年10月13日、軽自動車規格改正とともにフルモデルチェンジ。前期型は、MCK ワゴン R とは、 バッジ以外全く同じであった。グレード体系が大きく変わり、FG、2WD のみ、FX、FXT、RR カイターボの4グレードに、ワゴン R はこのモデルの前期型まで4度アーシャがあったが、AZ ワゴンに関しては、すべて小ドアの設定となった。そのためワゴン R のサイレングレードの、RC に相当する、パワーステアリング、エアコンが装備されないグレードは存在しない。 1999年10月15日、マイナーチェンジ。外内装の変更により、質感が向上。FX のエンジンが、可変バルブタイミング機構を用いた VVT となり、高出力と低燃費を実現。MT 車全車には、クラッチスタートシステムが新たに装備された。また、従来の FG に代わって、低価格グレードの FM を追加。 FXT はこれまでの 3AT 車、5MT 車から 4AT 車に変更。RR カイターボには、コラム 4AT 車を追加。2000年2月1日、RR カイターボをベースに、アルミホイールや専用グリル、2輪サイズの CD プレイヤーを装備しながら、ベース車よりも求めやすい価格に設定した、特別使用車、RR、FS ターボポッパーを発売。 2000年5月、仕様変更。FXT は、FX トルコリラに、名称変更。FM に 3AT 車と 5MT 車が追加され、FX を廃止。RR 回ターボの 5MT 車を廃止し、RR 回、L ターボを追加。2000年6月30日、FM と FX トルコリラをベースに、エアロパーツを装備して、スポーティな外観とし、 二輪サイズの MDCD 付けカセットを装備した特別使用車、FM ファンエディション FX トルコリラファンエディションを発売。2000年12月18日マイナーチェンジ。顔が専用デザインになり松田車特有の5ポイント、ペンタゴン型グリルとなる。また、軽量衝撃吸収ボディの採用やハイガス性能の向上、便利装備も充実された。 グレード体系が見直され、FM の上級仕様、FMX とターボエンジン搭載の FMT を追加、いずれもコラム 4AT のみ設定し、特別使用者の RR、FS ターボポッパーは、RR ポッパーに改名の上、カタロググレードに昇格、RR イターボと RR 回 L ターボも、RRT、RR トルコリラに改名された。 2001年2月27日、充実装備ながらお求めやすい価格に設定した、特別使用車、FMG、エアロパーツと二輪サイズの上級オーディオも装備した、特別使用車、FMTX の2グレードを発売。2001年7月18日、マツダオートザム12周年を記念し、二輪サイズの MDCD オーディオ、運転席、助手席、エアバッグなどを装備ながら、 97.8万円に W d 5 MT 社からのお求めやすい価格に設定した特別使用車、FMG Limited を発売。2001年11月21日一部改良。特別使用車として発売していた FMG がカタロググレードに昇格。アルミホイールのメタリック舗装やディスチャージヘッドランプに臨サイズのオーディオを装備した。 RRZ を追加するとともに、従来の RR ラインは RR に一本化。また、FMX と FMT は FZ と FZT に改名し、FZT には DOHCM ターボエンジンが搭載された。この変更により、FM が廃止される。また、この一部変更で、全グレードが MD22 型となり、 回 6A 型エンジン並びに 3AT 仕様が廃止された。2002年4月に4 AT 社、2WD4AT 車の FMG-FZ を仕様変更。2002年9月13日、一部改良。運転席周りやリアシートを改良し、操作性、快適性を向上。FMG の 2WD5MT 車は超低排出ガス認定を受けた。また、 FMG2DOHCM ターボエンジンを搭載した新グレード FMG ターボを追加。2003年4月23日、83万円に WD5MT 車からのお買い得グレード FMA を追加。2003年10月8日、フルモデルチェンジ。ワゴン R との違いは、マツダ特有のペンタゴングリルと専用デザインのリアコンビランプ3台目から。 RR を除くが与えられている。ハザードランプとバックランプの形が円になっている。グレード体系が変更となり、FA、FX、FT、FS、RR、RRDI の6グレードに。RRDI は DOHC 直噴ターボエンジンを搭載する。全車コラムオートマ。2004年2月2日、FX をベースにエアロパーツや、 アルミホイールなどを装着し、よりスポーティーな外観とした特別使用車、FX スペシャルを発売。2004年4月、使用変更。2004年7月13日、FT をベースにエアロパーツを装備し、よりスポーティーな外観とした特別使用車、FT スペシャルを発売。同時に、使用変更を行い、FS を廃止。2004年12月20日、一部改良。 シート表皮、RRDI を除くの変更などインテリアを一部変更。特別使用車として発売されていた FX スペシャルと FT スペシャルはメッキ仕様のフロントグルやブルーリーフレクター内蔵ヘッドランプなどの新たな装備を加え FXS スペシャル、FTS スペシャルに改名しカタロググレードに昇格。さらに全車室内のドアノブ周りのデザイン変更。 行い、リモコンドアロックが標準では装備されない、FA 除くグレードの室内側のドアノブのメッキ化。また、RR を廃止。2005年9月15日、一部改良。一部グレードで、外内装を変更。法改正によりヘッドライトのマニュアルレベリング機構、を標準装備。また、ターボ車の FT、FT、S スペシャルが、 平成17年排出ガス基準50%低減レベル認定を取得、本車両はマイナーチェンジされず継続販売。2007年2月23日、ワゴンアールスティングレーの OEM モデル、カスタムスタイルを追加。グレードは X と DI の2グレードで、ボディカラーのうち、スパークブラックパールは OEM されな。2007年5月29日、 一部改良。一部グレードでシートドアトリム表皮の変更を行い、FX、S スペシャル、FT、S スペシャルには、アドバンストキーレスエントリースタートシステムが装備された。また、ノーマルタイプの FT と RRDI を廃止し、カスタムスタイルにターボエンジン搭載の T を追加。2008年9月29日、フルモデルチェンジ。 ワゴン R との違いは、ペンタゴングリルと専用のフロントバンパー、吹き抜けになっている部分が五角形が与えられている程度で他は、ワゴン R と共通であ。グレード体系は、ノーマルタイプが、XF、XG、XS、XT の4グレード、カスタムスタイルが、XS、XT、XTL の3グレードとなった。なお、この台から、ターボ車、XT、 カスタムスタイル XT、カスタムスタイル XTL とカスタムスタイル XS に CVT が搭載されたカスタムスタイル XS は 4AT 車も用意されている。なお、この時点でターボ車を除くノーマルタイプには CVT 車の設定がなかった。また、レンカグレードの XF1 に WD4AT のみの設定である。ワゴン R のレンカグレードである FA では 5MT 車、2WD、4WD や 4AT4WD 車も設定されている。2009年6月5日、XS をベースに、LED サイドターンランプ付きドアミラー、フルオートエアコン、本革巻き、ステアリングホイール、タコメーター付き自発光式、メーターパネル、カスタムスタイル同一品、シートリフター&、チルトステアリング等を装備し、 質感や快適性を向上した特別使用車、XS スペシャルを発売。特別装備の内容は、同年5月に発売されたワゴン R の FX リミテッド2ほぼ同等である。なお、XS スペシャルの 2WD 車には4 a t 車と、共に CVT 車が設定された。2009年10月、使用変更。ノーマルタイプは、XF、XS XT を廃止する代わりに特別使用者として発売していた XS スペシャルをカタロググレードに格上げした同時に 4WD 車を VT に変更。カスタムスタイルは XS の 4WD4AT 車を廃止。またボディカラーの整理も行われクリアベージュメタリックノーマルタイプ専用とクラッシーレッドパールカスタムスタイル専用を廃止した。 2010年8月23日、一部改良。CVT 車、XS スペシャル、カスタムスタイル XS は6代目、松田キャロルにも採用されている、副変速機構付け CVT に置換され、加速性能と燃費性能を向上。これにより、4WDCVT 車において、すでに適合されている、環境対応車普及促進税制における自動車、取得税、 自動車重量税の減税額を75%に引き上げた。また、5MT 車を除く全車にエコドライブインジュゲーターを追加し、シートとドアトリムのデザインを変更。XG にはボディカラーにアクアベールブルーパールメタリックを追加。カスタムスタイル XT も副変速機構付け CVT に置換されて加速性能を向上させ、15インチタイヤ アルミホイールを採用するとともに、オーディオレス化。また、2WD 社は、平成17年排出ガス基準75%低減レベルを取得し、新たに、環境対応者不及促進税制に適合した。なお、グレード体系が一部見直され、カスタムスタイル XTL を廃止、カスタムスタイル XS は CVT のみの設定となった。 2011年12月21日、特別使用車、XS リミテッド、カスタムスタイル XS リミテッドを発売。XS スペシャル、カスタムスタイル XS をベースに、ヘッドランプをブラックメッキに変更し、精霊のラックススエードを採用したシート表皮、ブルーステッチ付け専用本革巻き、ステアリングホイール、リモート格納ミラー、運転席、 シートヒーター 2WD 車のみ 4WD 車はベース車に標準装備を装備しオーディオレス化さらに前車はディスチャージヘッドランプロービームオートレベリング機構付けルーフアンテナガンメタリック塗装の14インチアルミホイールアームレストボックスも装備しインパネやドア内側をブラックで統一後車は ドアミラー LED サイドターンランプと15インチアルミホイールも装備し、インパネフロントドアトリムフロントスピーカーにブルーイルミネーションを施した。2012年10月25日、販売終了。OEM 元のワゴン R のフルモデルチェンジに伴い、マツダが販売する OEM 車種もフルモデルチェンジされた際、車名をフレアに変更し、AZ ワゴンの車名は18年の歴史に幕を、 おろしたエアロシリーズの名称カスタムスタイルは継承。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。